日本愛知県岡崎市、岩津地区西八和町西八和町は愛知県岡崎市、岩津地区の町名。定番を持たない単独町名であり、8つの小技が設置されている。岡崎市の北部に位置する。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ぬかタグ西アチワ村を前身とする。平城宮木館によると、かつてはかも、田号厚し、石里と呼ばれていたが、やがて転化したと考えられ、1226年には、アチハ教徒の記述が確認できる。アザオ心臓にあるオ心臓古墳は、4世紀後半に作られたホタテカイカタチ古墳で、安城周辺の勢力に従属し、 長く有力者がいなかった、この一帯に、比較的大きな権力を有する豪族が現れた、ことが伺える。あちの輪との地名の類似性からも、この豪族がやがて、仙台旧児本里、国蔵本里にある、モノノベレンの祖、出雲色大臣の五姓孫である、三河国造千葉波夜命に連なっていくものと考えられる。三河国史、藤原則長と滝山寺の間で、 アチノワ号の貴族が争われたが、十二世紀に、厚田神宮大宮市の藤原のりたにより、滝山寺領として定められたとされる。滝山寺の勢力の衰えにより、戦国時代には諸勢力により侵され、やがて、松平信光の弟、松平新紀が、西八チ城を居城とし、アチノワ市を称した。江戸時代になり西八チ村、東八チ村となった。 アチノワ地区工業団地の建設予定地、東名高速道路の東側、青木川の北側、岡崎市北部一般廃棄物最終処分場の西側の約五十七ヘクタールのエリアに、アチノワ地区工業団地を建設する計画が進んでいる。住所は、東八チハチョワザ、ヤネバ、道長アザオイリの一部、西八チワチョワ神山の田、道町アザ,アザ東屋ナ、ビの一部、 新福寺町の一部。2008年7月31日、地元の町内改装台から市に対し計画を是とする内容の要望書が提出され、岡崎市は愛知県企業庁に早期事業採択を求めていた。2018年11月19日、岡崎市は事業主体を県企業庁から市に移すと発表。 県の当初計画では分譲開始が最短で2026年度であったが市が事業主体になることで2年前倒しすることができると市は説明する。さらに道団地西側の東名高速道路のスマートインターチェンジの設置に向けた調整が容易になるという。整備地区内には東八チワ町と西八チワ町の2町にまたがって江戸前期から 太平洋戦争終戦後まで使われていた石切り場が見つかっている。2019年度に用地買収、並行して2020年度までの埋蔵文化財の発掘調査を行った後、2021年から造成工事に着手する予定。整備事業費は概算で約171億円。事業の計画と並行して岡崎あちわスマートインターチェンジを 愛知県道339号、長沢東蔵前線と愛知県道335号南、大須賀茂田線に挟まれた、東名高速沿いの土地の南側4分の3ほどの部分に設置することも検討され、2019年9月27日、国土交通省は西八和町への設置を正式に許可した。愛知県立岡崎郎学校レオナ第二幼稚園、青木川に架かる、 新言言教、ありがとうございます。